です。今 JR 宮島連絡船に乗っています。久々、何ヶ月ぶりですかね、宮島を目指そうと思います。展望デッキは私を含めて3人ですね。ちょっと今日は風が冷たいんで、大鳥居もまだ落ち着くですね。先日の新聞では6割7割くらい工事が終わってるって書いてありましたけど、このペースで6割7割なんで、あと3割か4割だいぶかかるんでしょうね。桟橋行くんですけど、大鳥居のところ通るためにですから、進行方向右側ですね、こっち側から見るとまあ綺麗に見えるということになるんですが、現在工事中なので、まあ、工事中の姿を見るということになります。毎度毎度のことなんですが、こっち側に来ると逆光ということでですね、こう前を向くんじゃなしに、こう後ろを向いた方がいいかもしれませんね。
じゃあこの動画はここまでにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。